皆さん、こんにちは。バド・ブレイザラックです。ケース・ウェスタンの副学長、また上級副理事です。皆さんを今回の2014年、稲森エセックス・アワールドのアカデミック・シンポジウムにお迎えいたしたいと思います。ドクター・フレンチがまずこのメンバーです。それからドクター・マクウェゲ、今年の受賞者です。また他のパネリスト、ケイティ・ハナ、 エグゼクティブレクター、オハイオ・アライアンス・とエンド・セクシャル・バイオレンス、ローラ・ハング・オールド、今大学の哲学のアソシエイト・プロセッサー、またジェームス・カズーラ、今大学の医学部、そして病理学の教授であります。皆さんを歓迎してください。本日は7回目となります、この稲盛倫理賞ですね。 そして私ども稲盛和夫博士のビジョンとそれから寛大さのおかげでこのような稲盛ファウンデーションのおかげでこのような賞がセットすることを可能にさせていただいております。今回は原健一氏彼は稲盛財団におきます副事務局長ですけれども。 彼とそれから彼の同僚であります井守財団の方京セラの方々においでいただいておりますありがとうございます。 それではタイトルスポンサーカラハンファウンデーションの名前をここで申し上げたいと思いますコミュニティのパートナーでありますまた我々の寛大なるスポンサーでもあります今回の稲森倫理賞におけますカラハンファウンデーションのを含める投資これらのおかげで私どもこのようなイベントが 可能になっています今回は高校の学生高校生の学生たちにも来ていただきますシェイカ・ハイツの高校またモン,テサモンテソリの高校にも来てくださっていますまた JELS というグローバルエスカレリーダーシップのメンバーもようこそ <laughs> このシンポジウムはパネルディスカッションとなります今回の今年の受賞者デニス・ムクエゲ氏の これまでの行いい歩みそそれれからにに関する道義的的倫理的な問題についてお話した、いいと思まますまたこちらのデニス・マクウェゲ氏は今まで女性のためにこの女性というのは耐え難いトラウマを抱えた性的暴力を受けた方々のために今まで尽くしてこられましたまた、彼はご自分の地元の病院を通じてこの性的暴力を受けた女性たちの希望の光を灯し続けました。 これらまでのミッションを通じて彼はまたご自身が暗殺の危機にもあったにもかかわらずこのミッションを続けられております今まで4万人のレイプのサバイバーを少なっております彼は今後民主共和国において生まれた方であります最初はブルンディで医療のトレーニングを受けられました また、キブにおけてキブという地域は今後の南の地域ですけれどもここでクリスチャンホスピタルで医師としてのトレーニングを受けられました。またそその時分娩それから の際に女性たちがあまり良い治療を受けていないそこで合併症を受けているということに驚いてそして参加婦人科に進まれたわけでありますそして基部の病院を設立されました基部の病院で仕事をされておりましたしかし市民構想それから紛争の間これは1996年に始まったものですけれどもこの基部の地域は散り散りになってしまいました 1999年に、またその後ムクエゲ氏はパンジ・ホスピタルというところを今後のブックアブというところに設定なさいました。1999年にもっとひどい性的暴力のエスカレーションをご覧になりました。そこでは、一度治療した女性たちがまたレイプを受けて戻ってくる、そしてそれは修復不可能な場合もあるということです。 そしてパンジーホスピタルは、世界的に有名になりました、婦人科の治療を受けるということで、450のベッドのうち250は、そういう性的暴行を受けた被害者のために確保しております。 そしてパンジ基金というものも設立しまして被害者たちに法的な支援カウンセリングトレーニング女性の人権や健康のトピックのトレーニングをしています今日パネリストケイティ・ハナオハイオ州の性的暴力をやめるアライアンスのを創立した人です こ,れこの組織において、レイプの危機にあった人たち、サバイバーにパワーを与えるコミュニティの活動をしています。あの性的暴,暴行のアドバイスを与える委員会、オハイオ州の,もの,のメンバーです。そして、連邦政府の法律を執行するためのプランニングコミュニティーのメンバーです。 そしてフォロラストン・マザー・センター・フォー・ウィメンというケース・ウェスタン・ユニバーシティのキャンパスのイニシアチブのリーダーでした。 もっと安全なキャンパスというガイドブックを書くにあたって、タスクフォースのメンバーでした。これは、DV を、ストーキングをオハイオ州のキャンパスでやめる、止める、阻止するということ、そして全国の性的暴行をやめる同盟のメンバーでもあります、CNN やアルザジーラにも出ました。 そしてもう一人のパネラ、ードクター・ローラ・ヘンゲホルド氏、ケイス・ウェスタンの教授です。あの哲学のフィロソファーですあの教授です。さまざまな文献の著者であります。フェミニズム・セクシュアリティ・セオリーの哲学の文献は記事を多く執筆なさっています。そしてさまざまなジャーナル。 に執筆活動を続けています女性の恐れ、望み、これは政治的な紛争の中においての女性の思い、そして、合っていますもう一人、ドクター・カズラ内科医の教授です。 ケース・ウェッターのメディカルスクールの教授です。そしてクリーブランド大学のメディカルサービスのディレクターでもあります。国際関係のディレクターです。クリーブランド出身でセントルイスのワシントン大学で学部を卒業してオハイオ州立大学医学部のドクター・メディソンです。1997年にケース・ウェッター本学のファクルティに入りました。 あの遺伝的な免疫機構を理解するという研究を続けていらっしゃいます、特にアフリカ、アジアやラテンアメリカの,、はい、あの社会経済背景によっての,あの医療を研究しています。 リンファテキフィラリア症、顔を媒介する病気、エレンファンタイアシスという病気とマラリアを研究しています。現在 マラリアと人間のの免疫の調査を行っていますそしてこのフィラライアシスを2020年までに撲滅するという活動をしていますそして30年来大学院生医学部の学生のメンタリングを行っております そして彼の業績は科学そして人道的なことでインスパレーションを与えていますグローバルヘルス・アライアンスという学際的な機関を作りましたそしてこのアライアンスによって学際的なアプローチで人間の健康をグローバルなレベルで改善するという活動をしています NIH のスタディーセクションのエクスパートパネル、WHO のパネルでに歴任しました。そして、アメリカン・ソサイティオブトロピカル・メディショナル・ハイジーンというのプレゼデントでした。これあの このパネー、パネリストたちにご成長をしていただきたいと思います。それでは、ドクター・シャノン・フレンチ、稲森ポリ・ポレセス・セル・エディクスが今回のモデレーターとして務めさせていただきます。副学長、ベースラック、ありがとうございます。パネリストの皆さん、ありがとうございます。それでは、こちらにどうぞいらっしゃい。アシスタント 2014年のイメリージ認証の翻訳通訳のアシスタントをお願いする方です。ありがとうございます、あのミスター・ルブラ。それでは、ドクター・ムクウェゲ、もう長年世界の人たちにこの性的暴力を阻止するということのに。 気をかけ活動していられましたが、この問題で変化はありましたでしょうかこの質問ありがとうございます。その前に皆さん、本当にこの今日の午後、皆さんとご一緒にいただけること、誠にありがとうございます。 非常に感動しています。特に若い人たちがこの部屋に集まっているこれ。これは何を意味するかというと、若い人たちがこれからこの問題に手をかけてくれそうだというふうに予感がするからです。

えーあのえー、悩みました私はなぜ非常に不安な気持ちになったかというと女性に対しての差別があった女性ばっかりが苦しんでいる男性はこんなことは別に自分たちは関係ない他のジェンダーの人の問題だと思ってたように思いました Mais il n'est pas suffisant. Uh, to, uh, to, to this day, we have. ですけど不十分ですこの質問のフォローアップとして、他のパネリストにケイティさん、ケイティさんがこれらの問題で活動していらっしゃってますが、性的暴力に対しての態度は変わってきたんですが、ケイティさんは進歩したと思いますか はい、進歩したと思います。ドクター・ムクエガがおっしゃったように、まだまだです。やるべきことはいっぱい残ってます。そして態度を変えていかなきゃいけません。でも過去2年のうちに非常に希望を持っています。私はこのアメリカ合衆国において、我が国では非常にこの問題を、オバマ大,領大統領があのキャンペーンの時にも話をしました。レイプ、オーハイオ州のストゥーベンビルのレイプ。 そして DV、性的暴力の話、会話、対話が行われていますので、これから大きなブレイクスルーがあるのではないかと思いますが、ドクター・ムクウェイがおっしゃったように、まだまだです。変えなきゃいけないことがあります。予防をしなきゃいけない。でも、この部屋に集まっている、こんな大勢の人が集まっているということで、希望を見出しています。ローラさん、どうですか 一つの,その希望と進歩の一つの要因は確かに全国そして地域社会の法的システム法律制度の中でこの性的暴力に対しての問題があるんですが 世界的なあの法的機関で関心があります。これはあの戦争の一つの行為所という考えではなくて、一つの犯罪であるという。 世界のいろいろなところで認識度が高まって、法律が確立されていくでしょう。ジムさんどうですかあの私たち、ランチを一緒にしたメンバーズがいたんですが、ドクター・ムクエワケがランチの時にディスカッションなさってたんですが、性的暴力、もちろん明らかにあの紛争内部紛争の時問題ですが、女性のエンパワーメント。 ということだからあのマイクロファイナンスのプロジェクトの話もありました。お母さんたち、若い女性たちがコミュニティのリーダーであるということです。私はケニアの西部で仕事をしてまいりました、DRC ・コンゴの女性の20%が HIV ポジティブなんです。17歳、18歳で最初に使用しているんです。 セックスを自分たち権力の上の学校の先生のような人たちでセックスをしているんです。このような問題があるわけです。特に女性が比較的パワーを持っていない発展途上の国では本当にそういう問題です。私たちのような国では直面し始めているんですが。 あのそういういい問題がございますランチのディスカッションで持ち上がった一つのことなんですが、英国の政府が国際会議を主催してました。それはレープが戦争の戦術として使われているということを取り上げています。150カ国の3カ国のががあったんですが、えー

私にとっては非常にあの望みがあったという、150か国があの国連の外の枠組みであのえ和合を持って、このような対応のために集まったということは非常に何かの始まりだと思いました。これからウェイクアップコールを des grands de, de responsables, je pense que le discours, par exemple, du secrétaire d'État John Kerry était un discours très impressionnant sur, sur cette question. Et William haig a fait un discours très très impressionnant. Mais je, je crois que nous sommes restés à notre soif un tout petit peu. あの非常に国家の強いリーダー、ジョン・ケリー、アメリカの外務大臣、そしてウィリアム・ヘイグ、イギリスの外務大臣がスピーチをしまして、非常に強い声明がありました、それでも、もっと欲しいという感覚がありました。 この望んでいることはもっと具体的なアクションです。その部分はまだ残っている課題です。では具体的なのアクションということとしましては、その事例として、まだ

Nous avons pu tracer des lignes rouges sur d'autres armes. Je pense que les viols comme armes de guerre nécessitent d'avoir la même attention. 150各国の代表者が集まったわけですが性的暴力の一線 peut tout simplement être le fait qu'on connaît des nations, on connaît des pays qui continuent à utiliser le viol comme une stratégie de guerre. Et moi, je pense que si on arrive, par exemple, à interdire les leaders de ces pays de se retrouver, de, de pouvoir voyager. Par exemple, 150 pays qui disent à un pays, nous, on ne peut plus recevoir vos dirigeants tant que vous continuez à utiliser... Cette, cette stratégie, ça, ça serait quelque chose de très puissant. Dire par exemple que vos avoirs en, en banque sont bloqués puisque vous êtes en train d'agir contre, contre l'humanité. Parce que je crois que, comme Madame l'a dit, aujourd'hui, le viol, ce n'est plus un effet collatéral, c'est devenu un crime, un crime contre l'humanité. C'est une arme qui peut être une arme de destruction massive. Et je pense que contre une arme comme ça, ça serait mieux de prendre une décision qui est ferme et qui en fait euh, dissuasive pour empêcher carrément que les États puissent utiliser une telle arme comme euh, arme de destruction de population. Avec about 150 pays qui その一線を設定するるとということが可能にななのでは3か国を中心にですね例えばこういうことを決めるこれからはこのような犯罪を犯す国はに入ることはできないようにする旅行できないようにするまたそこから旅行者が出ないようにするというのはどうかという話が出ています。

性価学の兵器を使っている国に対しては、そういうのは処罰をするわけですから、それを使うかどうかを決めるために考えなければいけないというような警告に、性犯罪もセットすべきです。やはりフラストレーションがあるようですね、まだそれができていないことに。 Il n'y a pas que l'année passée, tout le monde a dit non, et je crois que tous les autres pays ont compris que on ne peut pas l'utiliser. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être, on sous-évalue uh, les conséquences uh, des viols comme armes de guerre sur les populations civiles. その例えば、ケミカル・ウェポンに対してはこういう決断がされるのに、今回もこのような決断ができる時だったのに、同じようなことをレイプにも設定すべきだ。これからはその 犯罪を犯す場所国については一番高いレベルの罪を犯さねばならないと思っていますそれはバイオロジカル・ケミカル・ェポンでも同じですから同じように面白いですねそのでに拘束力のある国際協定というものがあると 思いますからそしてそれに対して違反をするということを考えるということを意識することができるようにするという考えがあります。どういうところでバリアがあるんでしょうかこういう150の国が出席したのに何も協定を作るところまでいかなかったバイオロジカルウェポンのように設定できなかった。やはり 性犯罪というのは静かな犯罪なんだと思うんですね。グローバルにみんなが頭を寄せて、みんなで考えなければいけない、みんなで声を大にして言わなければいけないものだと思います。そうすることで、こういう話す機会を逸してはいけないと思います。ヘルスケアに対するアクセス、また、ヘルスケアに対する教育とともに教育すべきです。つまり ケミカルウォーフェアというような化学兵器に対しての方がしゃべりやすいということですね人はそうです性的な暴力というのはみんなが話したくないものです家族の中で起こったりする愛している人たちの間で起こったりするからですそしてとても難しい現実に直面しなくてはならないでしょうだから話すのが難しい困難な問題なのですクリーブランドでも同じですその 監禁された人、また、レイプをされた人、それらのサバイバルの人たち、サバイバルの人たちをどこに行って話をするか、病院に行って話ができるようなところ、生き残った人たちがヒーリングを受けることができるようなスペースを作ることが重要です。私ももそう思思いいまますすねちょっとと話されたと思いますけれたけども ランチでは話が出ましたねもっと頻繁に女性がこの犠牲者、被害者となってしまいますね、性的暴力は男性というよりも数によっては。そして男性というのがポリティカルなパワーの所有者ですから、あまり真面目にこれを取り上げないのです、コメントもしないのです。もし男性がもっと被害者として多かったら、もっと話が出るでしょう。トラウマも大きくなりますし ですから問題の一部は、やはり政治だと思います。そしてこういう協定の代表者などに男性が多いところことが関与していると思います。マクウェゲ氏のコメントに何かフォローいますかランチの時に出ましたけれども、いつも男性がこのような決断をする場所にいる、パワーポジションにいる。 そして私の研究ではまたマクエゲゲ氏もコメントしましたけれども男性が王にして男性というのはこういう連帯 感を失いたくないということがあるんじゃないでしょうか例えば市民構想にしても国境と国境の間の問題にしても女性に関係する問題になりますと やはりそこで男性は支配力を失,くない失いたくないという思いがあるのだと思います。それから経済的な力も持っておきたい、女性に対する支配権を持っていきたいというそういう気持ちが残っているんだと思います。ですから女性が もっとリソースがあってそして、えー、能力が高くなりそして国際協定を設定するようなところまで力を持たないと難しいと思いますそのフォローとしてマクエゲ先生ランチの時にどうしてこういうところでランチで話してるのって こういう状況の中でコメントしていただけませんか、教育について、女性、少女たちにどういうふうにして教育していったらいいか、今、ハングホール助教授がおっしゃったようなことのフォローで。

皆さんに理解してもらいたかったからレープをその武器として使うということそれが有効な手段になってしまったということを訴えましたそれが10年前のことでしたそしてメンバーの一人が セキュリティー・カウンセルの一人がなんでこんな話をしなければいけないのか、国連のセキュリティー・カウンセルでこのようなことを話しなければいけないのか、国連安保の総会の中で話をしなければいけないのかと聞きました。 私は進歩をあまりしていないと思います。その時から人を教育するという意味では人にはもっと理解してもらわなければいけないのです。これがどんなに深刻な状況か。 この性的暴力を戦争、紛争の中で武器として使うということ、その深刻さを分かっていただければいけない。その教育はファミリーの家族のレベルまで落とし込まなければいけないと考えています。の 国際的なレベルでは、米国のような国では、バランスというものがあります。長女、それから少年を均等に扱って育てるということがあります。しかし、 changement profond, c'est là où il faut beaucoup plus travailler, puisque euh, je crois que quand je vois dans mon pays, la femme considère déjà en avance que euh, l'homme, le, le garçon, le petit garçon dans la maison, il a beaucoup plus de pouvoir que ses grandes sœurs. Et ça, c'est une éducation qui est malheureusement faite. Et lorsqu'elle elle continue, le garçon continue à penser que... そのように、平等に育てなければいけないと思います、家族の中で。というのは例を挙げます。今後では、私が目撃したのですが、母親は少年、一番若い子どもを。 その年上のお姉ちゃんよりも丁寧に扱うのです。家督を遂げる人というふうに扱うのです。そして女性よりもレベルが高いという印象を与えるのです。<music> Ça ne sera pas un pouvoir qui, comme l'a dit le professeur Kazura, ça ne va pas être un pouvoir que les hommes vont donner en cadeau aux femmes. Il faut absolument qu'il y ait une espèce de prise de conscience des hommes et des femmes pour dire nous devons agir pour, pour arriver à cette égalité sur le plan politique. Dans, カズーラ先生がおっしゃいましたけれども、少し前に。これは、えー、すぐに男性は自分たちの支配権をすぐに女性に渡すというものではありません。みんなが理解して進まなければいけないものです。 共同協力のもとに社会がそれを共同責任として担っていかなければそのような平等は生まれないのですそうでなければ男性と女性の間での競争が続いてしまいます。 最初のイントロのところで申し上げましたけれども、パンツ病院、パンツィ大団でのお仕事をしていらっしゃいますよね、そして地域社会にその救いの手を差し伸べようとしまた、性的暴力を受けた犠牲者、被害者のスティグマを除去しようと努力していらっしゃると思います。そして女性自体がまたコミュニティあるいは家族がサポートできるようにということで、手を差し伸べていらっしゃいます。それでは先生 またコミュニティはどういう風にして先生だけでなく他の先生あるいは地域の人たちはどういう風うに助けているんですか直接的に身体的に犠牲を被害を受けた人だけでなくその周りの人はどうやって助けていますか被害者の 治療というものは、われわれは4つのステップを踏んでやっています。まず最初は医療的な処置です。手術などをします、メディカルケアです。次に心理的なケアのステップです。うん、また法的な処置があります。 その中には、その被害者に対する正義を求めることができるようなステップが含まれています。また、それから、社会的・経済的なサポートを被害者のために与えることです。 そこで私どもは救助したいと思っています、コミュニティの中では、その女性たちがあるレベルの経済的なパワーを持たなければいけないと考えるからです。 気が付いたことなんですが、女性たちがその被害者のレベルでとどまっていると良くないのですね、そして他にのメンバーに依存しているままではよくないのです。そこで汚名、恥辱というものを受けてしまって、村に拒否されてしまうんです。 Même si elles deviennent vraiment survivantes, et vous sentez que finalement c'est la communauté, au lieu que c'est elles qui vont vers la communauté, c'est la communauté qui vient vers elle, puisqu elles puisqu'elles ont une puissance économique. Mais eh quand. 見守る彼女たちがコミュニティから何かを買うということはしなくていいわけです。例えばこういう事例があります。ある女性で非常に地方の パンジーから遠く離れている地方の出身者がいました、石鹸を作るという、生産するというトレーニングを受けました、その村には石鹸がなかったんです。そして、パンジーを去っていったときに、彼女たちに石けんを生産する材料を与えました。 そして、石鹸を生産し始めたんです、彼女たちは。その時には村のみんなが彼女らに石鹸をもらうという、売ってもらうという。 ことになったわけですなのでこの女性たちはレイプを受けたえー、汚名を受けた人ということではなくなったわけですこの村に の方が彼女たちには素晴らしいことを提供しててくれている本当に必要としていたんだよというふうに向き合うことができたんですそういう経済的な自由をもたらした能力を与える女性に与えるということですローラさんフォローアップしていただきたいんですけど ローラさんが性的暴力の被害者がそういうレッテルを貼れてそれがイデンティティになってしまうということについて何か述べてください。これは非常に素晴らしい例だと事例だと思います。そのの正正義義被害者にととって正義というのはただ 実際、その罪、犯罪に対しての正義ではない、そしてその加害者に罰するということではない、非常に難しい場合があるわけですね。その政治構造的な要因によって罰することは難しい場合があるわけです。で、この女性は非常にいろいろなツールとか土地とか家族とか夢とか創造性とか、そのような。 多くな大きなウェブの中であるわけです。 え西洋のメディアの中では危機があるわけです。そういう想像力がえ乏しいわけです。接近を作る、非常に遠隔な村に住んでいるというどういう意味があるのか、そのえ地域の中での経済の在り方はどうなのかという、そういう部分,部分は全部含めての正義でなければいけないんです。その女性のライフが方向性がある、すべてえもう切り離されているということではない。村に返される とといいうこでではないわけです私は非常に心配すするんです私だけではないと思うんです。フェミニストのスカラー、えー、フェミノロジスト、政治学の学者、非常に学者がいい研究をしていますが、その名前を述べること聞きますが、西洋の,、えー、あの植民支配の中で、 そのような世界で知識は乏しいわけですよ私たちは私もおしっかりですでも本当にそういう大きな複雑な中でどうなっているか理解していない無知なんですドクタームクウェゲが差を作ろうとしている何かを変えようとしている人たちがあるわけです 完全なる正義というのをもたらすのは難しいわけです。その彼女らの人生の中の完全像というものを理解していないからです、私たちは。うん、では、こちらの私たちの地域ではどうでしょうかドクター・ムクエカがその正義がないと、その。 そのレイプの被害者が、あの、のせいにされているという罪をなすりつけられるということではなくて、パワーを与える自分たちの選択肢を持って何かをやっていく。オ、えー、オハイオ州で 法廷では、例えば2時間かけて病院によって、ナースに特殊な検査を受けなきゃいけないわけです。そういうようなバリアが被害者は直面しているわけです。でも被害者たちが一緒に介護を持った時は、本当にそのジャーニーというものがあって、さまざまなジャーニーがあって、それを励ましていくということは重要だと思います。 ジムのあなたの仕事につなげてほしいと思います。いろいろな、えーあのえー、メカニズム、病原菌のメカニズム、いろいろなその経済的な要因があると。 ということがあるわけですが、えー、性的暴力はどうやって拡散されるか、ウイルスのような拡散の仕方をするんでしょうかそうですね。この質問あの、えーフレンチ、ドクター・フレンチがおっしゃっていたので、私、いろいろ考えてみたんです。こういうあの法則があるかどうかあの考えたんですが、エボラ出血熱のウイルス、EVD というんですが、西アフリカの,あの発症地域なんですが、これは長年、 リアルコングロで遠隔地域でこういう病気が発症しています。でも1つか2つの理由があって何でこれは撲滅できないのかというと内部紛争が10年ないし20年行われていてヘルスケアのインフラがそして 人命とか健康へ対しての態度も変わってしまったわけです。何度も何度も非常に悲惨な状況を直面しているからです。リベリアでもチャールズ・テイラー前の政権の時に私は行ったんですが、それから3名か4名のプレジデント、大統領がいたんです。そこの JFK ホスピタル、アメリカの海兵隊が入っていますが、 政治的に不安定である、そして暴力がある、そしてヘルスケアのインフラがなかった。ランチの時病院制度、DRC ・コンゴで再建築、再構築されているんですが、ヘルスケアシステムという医療制度というのがないわけです、存在してない。氷山の一角であるということです。パンジー病院では 非常にひどい女性液がもうあの非常に破壊されているわけです、性的暴力によって。えー、でもおそらく他のあの病気もあるわけです、例えばあの失禁してしまうということとか、本当にまだ氷山の一角しか見受けられていないんだと思います。 でパネルの皆さん、ドクター・メクエゲにぜひお聞きしたいんですが、地域社会の中でどうするのか、もちろんこれ、恥辱を受けている、不明を受けているという、身体的に、そしてあの感情的にも、精神的にも問題があるわけです。そういう人たちが病院に来てくれるということも難しい状態に置かれているわけです今今。

あまりにもバリアが多すぎます。なので、実際、それらのことをもっと草根のレベルに持っていくということが考えられることです。私は、おなごのコミュニティ、におなごを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 おなおなごをおなごをおなごをおご なので今私たちが確立しようとしている仕組みはその4つのステップがありましたがそれをコミュニティ地域社会草根のレベルに持って帰ろうとしているところですつまり法律的精神的医療的という例えば À l'assistante sociale, c'est lui qui est arrivé. L'assistante l'envoie chez quelqu'un qui va faire le counseling de VIH. Et après, celui qui va faire le counseling de VIH l'envoie à 2 km pour, pour le problème de la grossesse. La femme arrive à un niveau où elle sent que je ne peux plus. Eh ,あの ソーシャルワーカーとミーティングをして、それをまた歩いていって、また法律の人にミーティングして、また2キロメートル歩いて、また精神的ケアを受けるなんて言ったら、もうギブアップしてしまうと思います大変すぎて、レイプの被害者になったいいこんな大変なことをしないといけない、また何回も繰り返さなきゃいけないわけです。 de se faire humilier encore davantage. Uh, at, at point she feels like... Au même endroit, et qu'elle peut avoir tous les services au même endroit, en fait, elle est dans un même milieu. Nous avons euh, des expériences où on voit très bien que euh, finalement, elle peut... なので、もしそよらのステップが一つの一か所で提供できるとしたら非常に助かるわけです。彼女は、その女性は、いろいろな必要なステップを 非常にローカルな一箇所の拠点で受けることができるからです。一つだけ、えー、あの法律的なステップを私たちはコントロールできないわけです。それは私たちの手中にはないわけです。クリーブランド市において、あるいはオハヤ州でも、レイプキットというのは病院で検査。 検診されて20年前ににレイプキットでで採取ししたた検体はもう棚に置きっっぱなしだったわけです20年も20年年も後にやっとあの連絡されてもまたトラウマが持ち上がってしまうわけですだからシステムの反応というものをもっと良くしなければそのストーリーを何回も何回もえあの証言しなきゃいけないということはないようにしなきゃいけないです それではあのこちら皆さんからの質問をお受けしたいんですがマイクがこちらとこちらにございますのでもう一つ私が質問しますからその後に皆さんの質問にしたいのでもうあの質問がある人は並び始めてください受賞者あるいはパネリストのに向けての質問があれば並び始めてくださいそれでは私の,あの次に聞きたかった質問は ドクタームクエゲが最初におっしゃったこと、若い人たちがここに集まっているということで、それは希望の兆しであるということです。であのドクタームクエゲとパネリストの皆さん、そしてこちらに集まっている若い人、皆さん、私たち一人一人が何ができるんですかあの性的暴行に対して私たちが何か活動を。 L'audience. Et je pense qu'à partir du moment où, d'abord, premièrement, nous pouvons prendre le problème de de violence sexuelle comme un problème qui est en train de détruire notre propre société. Donc, nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. 私が繰り返したいことなんですけれども皆さんここに来ていらっしゃる方若い方が多いそして強調したいことはその個人的に責任を取るということ性的な暴力に対して起こった世界中で起こっていますので 自分はそれに対して何をするのか考えていただきたい。自分の個人個人のレベルで何ができるか考えていただきたいと思います。2二つ目、申し上げたいことがあります。考え始めていただきたいのは。 他の人の問題ではない自分に関係ないと思わないで他人,のこと他人事だと思わないでいただきたいのです、このようなことを我々、人間性に対する問題だと思うのです、この性的暴力というのは。 ですから、防止自分にこういうことが起こらないように防止するのではなく、自分に問題が降りかかるのを待つのではなく、もう他人事だと思わないでアクションを起こすことです。 n d, d en i t fait,、euh, 我々が理解しなければいけないのは、性的暴力というものが、この問題が、遠くの問題じゃないということです。我々の周りにもある。ただ、我々はブロックして見ていないだけ、あるいは、 社会的な、我々の社会の中であまり目立たないところにある、見ないようにしている、そういうものであるということです。ありがとうございます。思い起こせてくださるようなことを言ってくださいました。他人事ではない、我々みんなの自分事だということですね。ジムさん何かかおっしゃりりたいことありますか この若い方々を前にして毒はマクワゲ先生がおっしゃったことは いいことだと思います家族のレベルで起こったりしているということなんですね我々ももっと若い人たちのところにもっと共感を持ってもらいたいしそして考えていただきたいと思いますもっと例えばアンダーグラジュエイトで私が学部生だった時よりも今この問題はキャンパスで問題になっていますあるいは高校でももっと若い人のレベルでももっと話をすべき問題だと もっと意識を高めなければいけない問題だと思いますねローラさんいかがですか私は個人的にもっと知りたいと思っています会社例えば鉱山で出てくる鉱物によって利益を得ている会社そうすることで武装集団からものを買っている会社 のことととがもっと知りたいと思い思ますどういうふうにしてあそこで考えたらどうなんでしょうかそういう会社が営利を得ているというところを何か使えないかそしてそれを個人のレベル地域社会のレベルにももっとその 取引関係などを考えてプラスに使えないだろうか DRC だけではない今後だけではないヨーロッパだけでもない我々隣の国アフリカの隣国諸国などでも同じですもっと透明性が必要だと思います経済的な関係これらのバイオレーションの後ろにある経済のやり取りについてもっと知りたいと思いますそうですね会社というふうにおっしゃいましたそれを使って何か活動をすることができるかもしれないということですね そうでなければこの武装集団にお金を与えるのと同じだと。トランジショナルジャ,ジス,ジャスティス。我々はこの過渡的な正義というものをもっと考えなければいけない。会社間もそうですし、政治家もそうです。諸国間でもそうです。どういうふうにしたらもっと繁栄に持っていけるのか、エクスプロイテーション、他をダメにして自分たちがエリを出るのではなくこ。こ からここの私は大学に入って皆さんに申し上げたいことはご自,分自分たちのパワーをみんなわきまいていないのではないかと思うんです。皆さんもっとパワーを持っているんです。そして活動をすることができるんです。性的暴力に対して皆さんも このタイトルンというようなそういう法律に持ち上げることもできるではありませんかでそれから性的暴力を予防するという活動に結びつけることもできるでしょうですからもっと意識を上げてくださいそしてまずこういう犯罪が起こらないように防止するというふうに持っていきたいものだと思いますこのコメントを頂い,いた後でそれでは1つ目の質問お名前からどうぞ。 I'm a fellow in pulmonary and critical care here at Case Western no. 大変嬉しいと思います、この今回はドクター・メグウェイをお迎えして、私ども、人権に対する医師の集団というものがあって、そしてニューヨーク・タイムズからも記事を書いていただいたことがあります、そしてその記事でパンゼクリニックのことをお伺いしたことがあります。 また、えー、レープを防止する、これはカナダベースの活動があるんです。そういうようにいくつかの活動拠点を私は見てきました。本当にインスピレーションをいただきました。医師という立場の上で、そして自分を犠牲にして、コンパッション、慈悲の心で。

ハナ・ベーリーと申しますシェイカ・ハイツの高校生です重要性について国際的なステージでも国連でもこういうことを取り上げるのが重要だという,ふうにおっしゃいましたこういうイニシアティブで我々が学生が何かできることはありませんか国連の 安全保障理事会においてこのような問題を取り上げる場合でも少年少女のパワーというのは素晴らしい想像を絶する時があります想像を超える場合があります例えば今日 ソーシャルネットワークがあります、ソーシャルネットワークメディアを使うことができるじゃないですか。ここでは、いろんな人とつながって話すことができるでしょう、そして決断をする人たちに影響を与えることができるじゃないですか、アメリカでは。我々の国はそういうことができないです。 Ce sont des campagnes sur, par exemple, de, de, de pouvoir rencontrer les, les responsables politiques, faire des campagnes sur, sur les, les réseaux sociaux, par exemple, pour porter euh, en fait euh, tout à fait un thème spécifique. Je, je, je prends l'exemple, euh, j'ai mon téléphone et nous tous, nous avons un téléphone qui a le coltan du sang dans, dans, dans nos poches. <re> que font les responsables pour que ces temps soient propres C'est possible, ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Mais il faut pousser pour que, en fait, finalement, quand les responsables comprennent que nous tous, nous avons dans nos poches quelque chose qui porte le sang des femmes, les responsables, dès qu'ils comprennent que la base est informée, ils peuvent changer d'attitude. SNS, social network, and the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  また、他のコミュニケーションの手段を使って、何か設定することができるでしょう、そして決断をする人に影響を与える、彼らに話しかけるように訴える。例えば例を挙げますと、携帯を使って、我々みんな携帯を使っていますから、それぞれの携帯電話にタンタルというミネラル、鉱物が入っています。 それらがこの鉱山で採れるもの、希少メタルの一つです。そのおかげでこのような、えー、殺人が行われている場合があるのです。多くのことを皆さんできると思います。コルタン、あるいは鈴石も使われています。無関心でいることだけはやめましょう。 というのは無関心というのは最悪のことだからです人間に対して。無関心のおかげで大きな ひどい犯罪がが行われてきました他の人が無関心だからだったですケイティさんはローカルな地域社会ということでこの高校生にアドバイスはありますか我々のステートハウスで4月に毎年このようなアドバイスがあってそしてオハイオ州の 立法をする、立案をする、法律を作る人たちと話をすることができます。我々のあすぐ裏でそういうことが行われているのです。ドクターマーワーゲーがおっしゃったように、皆さんの力を使いましょう。そして参加しましょう。キャンペーンに参加しましょう。自分たちの影響力を使いましょうということですね。こちらどうぞ。アレンドウェイクと申します。とってもハッピーです。皆さん来てくださってありがとうございます。 本当に拍手を送りたいと思います、ドクター・マクエゲ。こういう話が出ることだけでもすごいです。去年、勇気が必要だということ、大学も勇気を持って、いろいろなディパートメントと、この性的犯罪について話をしてくださりました。私私はは1995年カレレッジキャンパスでイプとそそれからその後 殴られるという犯罪に遭いました。そして話をしている人が上から目線で、そしてジャッジしよう、判断をしよう、あなたを悪いものにしようとしている場合があります。そして正直にものが言えない場合があります。 例えば、レイプにされそうになったときに何を服を着想していたのかのようなことを聞かれた場合がありました。29年かかりました、私は自分の話をするのに最初に私は自分の話を始めると他の人はあなたの話は間違っている嘘だと言ったんです疑うねと言われたんです。 そういう状況を持って、どう,いう,ふうにしたらみんなが正直に、被害者は正直に前に出て話をすることができるんでしょうか、安全な環境で。そして、例えば、世界の中でほとんど拷問を受けるようなものです。自分は弱い立場です。このような状況にどういうふうに直面されたのでしょうか。そして、どういう,ふうにしたら我々、前に進むことができるのでしょうか。どういう,ふうにしたらみんなはもっと思いやりを持って寄り添ってくれるんでしょうか。ありがとうございます あなたたの話ししてくださいましたローラさんにまず最初に言っていただきたいですね。その後マクエゲ先生お願いします。ローラさん。うそだと言われる。正直に言っているのに。あなたの経験を自分の経験に対して疑いの目を向けられる。残念ながら、これはよくあることです。本当によくあることなんです。多くの場合。 深刻さが犯罪と同じぐらいその結果の環境が同じになるあるいはもっとひどくなるわけです。刑事さんも話をできるかと思いますけれど、これについて。想像できますか その身体的に影響を受けていくのに皆さん、レープがどういう意味なのかまたレープというのは女性にとってどういうものなのかもう想像を絶するものだと思うんですね、とても難しい、えー、傷つきたくない、また屈辱をかけたくないというそういう気持ちがある人に対して大変難しい状況です、それらの人々に思いをはせるというのは。 またま、たその犯罪に遭った後で、また想像を絶するような難しい状況になる、それは現実に起こったのではないのではないかと疑われる、それを考えることが重要です。大学としてですねあのスケジュール の問題があります。セージェスの学生たちで次のクラスがある人がいます。なので、ここであのクラスに行かなきゃいけない学生もいると思います。どうぞその場合はあのクラスに行くということは躊躇せずに行ってください。<laughs> Thank you. ケイティさんもコメントをしていただきたいと思います、それからドクター・ムクエゲのコメント。どうもありがとう、ストーリーを共有してくれて、こういうことがあったということ、本当に大変でしたね。あのインタビュー、トラウマを受けた人を面談する人はトレーニングを受けなきゃいけません。 性的暴行を受けたということは条件なく信じてあげなければいけません。被害者たちは最初に語った人は信じてもらえなかった、これは非常に二次被害、災害をもたらします。社会として警察や検事にトレーニングを受けさせるべきだと思います。みんなが そのレイプをサバイバルした人たちのために私たちは奉仕するとそしてこのような病気を治す社会的な病気を治すことができるでしょうその証言をありがとうございました。 あなたの証言はこの戦いの性的暴行への戦いの一つだからです約15年前、レイプの治療をし始めた時、女性は性的暴行を C'est régé c'est comme si en fait euh, on, on sanctionnait la victime pour la deuxième fois euh, d'avoir touché sur un pouvoir acquis et que euh, pourquoi vous devez refuser euh, aux hommes ces droits finalement. そのようにあの、その女性たちが拒否されてしまう、差別を受けるということがあったわけです。男性が何か、その女性に何でもしていいという権利を持っているというようなことを。 に反することだから証言できなかったということだったわけです。なので、どうにかして女性に理解をしてもらうことが必要です。29年間も黙っている。これを C'est あの, vraiment passé par cette éducation qui fait comprendre à la communauté que une femme qui a été violée ou qui a eu la tentative du viol, comme elle explique son histoire, c'est exactement la même chose que les femmes africaines m'expliquent. Et donc, c'est un problème qui. その教育をしなければいけないですアフリカであれこちらであれ理解をしなければいけないことがあります女性がそんなにその29年間も語らずにうちに込めておくその恥ずかしめなどの理由でです これは本当に重篤な問題であるということが分かります。一つ私たちが本当に力を入れなければいけないことは、これを、えー、過虐しなきゃいけない、この恥を感じるのは被害者ではなくて。 実際、その罪を犯した加害者が外るように変えなければいけません。今は被害を受けた人が地上を名を受けなきゃいけないわけです、加害者ではなくてジムはランチの時第二次世界大戦の事例で、その時に地上を受けた女性が今も苦しんでいるという事例を挙げました。そうですね、ソ連軍がドイツに入ったわけです 韓国の,あのカンフォートウィメン。ドクター・ムクエゲも彼女らと話をしたことある。まだトラウマをもう何十年も前のことなのに感じているということがあります。それについてどなたか。もう一つクエスチョン。こちらのマイク。名前を言ってください。エマ・マキャヌンです。モンテ・ソーリーハイスクールの学生です。この国では、私は本当に思うのは、 性的教育っていうのはあんまりきちんと維持されてない私は SNS ソーシャルメディアで自分で教育したわけですそれまでセックスってひどいこんな悪い性病がうつされてしまうというような教育は受けたんですがでも何にもコンセントということを聞いてなかったですインターネットで調べないと分からなかったんですこの概念について 同意する、承諾するという意味です。レイプということを理解してないと思うんです。セックスして同意されなかった誰かに攻撃されて無理やりということは分かると思うんですが、でもそれだけではないわけです。その暴力が伴わない場合もあります。あざがつかないとレイプじゃないということではないんです。 でもそれを話をすることはみんな躊躇しています。どうにかこれを直せるんでしょうか。Hope so. そうですね、それを望みたいところです。どうでしょう、ドクター・ムクウェゲ。彼女は、もう一番最も重要なクエスチョンをしたと思います。 Cette question qu'elle pose, en fait, beaucoup, si nous n'arrivons pas à trouver des bonnes solutions, c'est puisqu'effectivement, les gens ils pensent que en fait, la relation sexuelle et, et le, la violence, c'est presque la même chose, à une petite différence. Et en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Je, je dois dire que. Le, 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 le viol, ce n'est pas une relation sexuelle. Il faut trouver vraiment des mots pour pouvoir l'exprimer. Et que, quand ça passe dans les conflits, alors là, ça devient encore beaucoup plus autre chose. Et je crois que si on peut arriver à faire cette différence, peut-être on peut avancer plus vite pour trouver des solutions. Mm -hmm. <laughs> 何らかの価値で定義をしなきゃいけないと思います。レイプというのは性的関係ではありません。全く違う性質のものです。ただ、私たちの住んでいるこの世の中ではまだそこのところまで微妙な、あんまり違わない、レイプとセックスはあんまり変わらないというような、でもこれは全く個別のものなので、それを同意しなければいけないわけです。 でもまだそれを同意していないわけです。いろんなその意見の不一致があるわけです。すみません、もう時間がないというふうに言われてしまった。でも私はもう一つの質問を受けたいと思います。でも え短くしてください。キャンパスの性的暴力のエデュケーターなんです。7時にイベントがありますので、ぜひ来てください。ドクター・ムクエゲ、ドクター・ヘーゲルの方に質問です。その加害者と法的制度の中の問題のことを言及されましたが、えー、生存者のサバイバー。 のえー、不正義そして構造的な不正義ということをあーローラさん、クイックに答えられますかこれは非常にあまりにも大きな質問です。<laughs> アメリカ合衆国で特にこの。<laughs> えー 刑務所があまりにも大きくなっているわけですね、その DRC とは全く違う、えー。罰する場合に大きな刑務所のシステムに入れるということは、経済活動になっていない、アメリカのように。そしてあの、人口の一部があの経済的に低所得だから。 刑務所に入る可能性が高いというような問題ないわけです。それはアメリカ合衆国では人種差別の問題がある、あるいは経済的な問題があります。それに対して葛藤を続けることは重要です。でもこのイメージ、加害者と被害者、他の国と特にアフリカのイメージ、私たち思っていると思いますが、それは非常に留意するべきだというふうに申し上げました。意向的 あの正義というのはルワンダなどで非常にあまりにも多くの人がレイプされて男性も非常に多くの人が、えー、実際、暴行をしたわけです。それでも一緒に、えー 地域社会としてやっていかなければいけないという問題があるわけです。警察、あるいは刑務所を強化するというのが解決案ではないと、教育が非常に外から外部からの暴力のプレッシャーがかかっているところでは、やはり。 教育、そしてコミュニティビルディング、地域社会を共同対応を構築するという、えー、そういうやり方をしなければいけないです。フェミニストの意見は様々だと思いますが、まあ、テーマ、最初のところは、えー、コミュニティを変えなきゃいけない、家族のレベルから変わらなければいけないというところでまた戻ってきたと思います。すみません本当にもう時間が 時間切れです。もうこれ以上質問をお受けすることはできないんですが、ここにあの皆さんまた集まっていただきたい、招待したいと思います。6時にケイビンとエレノア・スミスグランドボールルームに集まってください。その時にドクター・ムクエゲに2014年稲森倫理賞を授与する授賞式というものがあります。レクチャーをお受けすることになりますので、 本当にもっとクエスチョンがあるという思いを浮かべている方たち、熱意を失わないでください。そしてまた今晩集まってください。タイミングも合うと思います、授賞式の後に、に。来週なんですかああの。だったら来週はそちらのキャンパスのアクティビティでフォローアップしてください。 えーえー、学長、副学長を代表しましてお礼を言いたいと思います。そしてパネルの皆さんにもお礼を申し上げたいと思います。